いや A チームの皆さん本当素晴らしかったですよ。なんかすごい頑張ってるんだけど、うんうん、あのテンプレートのセリフが決まってるからどうフォローしたらいいかがわからない。確かに確かに。でもすごいフォローが上手だった。そう、みよ先輩とあやめ先輩のなんか頑張って棒読みにして、その今考えてるんだ感が、そう団長を攻め立てたね今。もうありがたかった。セリフの合間とかね、先にさ、はいはいはい、一回やってみて、うんうん、どうですかみよ先輩。読んでるとそんなに長いとは思わないんだけど、うん、多分アドリブの人がからすると周りの人のセリフが長いと感じる可能性があるなって思って、うんあるあるね、うちもねもしなったらなんかちょっと意識して長めにセリフ言ったりとかしようって思ったな、うん、あるね。おお、じゃあ2巡目に期待ですね。はぁ、うんそういう意味ではね、練習としては良かったよね。良かったです、良かったです。まあ結構簡単なお題だったのではないかなと思いますね。浦島、あの、次、桃太郎。桃太郎っていうね、ちょっと皆さんが分かりやすい題材を使わせていただきましたので。はいはい、はい、いいですね。まああのね、ちょっとあの次は浦島太郎なんですけれど。いいかなと思ったよ今。そうだ、なるほどね。ハローだ。ハマれた。はい、ということでちょっと私のねポンが出る前に、 B チームの皆さんも大丈夫ですか？